こんにちは田中雅美です、えー、私ですねフリーランスで構成、えー、作家リサーチャーライター翻訳家などをやってるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことをどしどし公開していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、今回のトピックは、えー、別にテレビはネットを敵視しているわけではないということを あのテレビ業界に、えー、一応身を置いているものとして、えー、ちょっと語らせていただければなと、えー、思っております。まあ,あの兵庫県知事選とかの結果とか、えー、あと他にも、まあ、いろんな物事につけあの、まあ、テレビがネットを敵視しているであるとか あのー、テレビがネットのことを煙たがっている、特に SNS でのムーブメントのことを近年の、えー、ちょっとこれを、えーえー、なんかこう、えー、ライバル視しているというか、えー、なんか抑えつけたいみたいな願望を持っているんじゃないかっていうようなことが、えー、まことしやかに語られてますよね、えー、特に SNS 上とか、えー、ブログであるとか。 いいろろ語られれてるんですけれどもあともう一つ、その今回ちょっと、えー、とある YouTube の YouTuber さんの動画を拝見してちょっと思ったんですけども、まあ、元、えー、テレビディレクターの方で、えーまあ、業界にいた時に、えー、あったような出来事であるとか、えー、時事問題と絡めて、自分のテレビ、えー、ディレクター自体のお話と絡めて語っているというような、えー、チャンネルがあったんですけれども。 まあ、正直な話、時々、えー、視聴させていただくことはあって、中には、えー、とても、あのー、まあ、あ、そうだよねって共感できるような、えー、情報もあったりはするんで、まあ、一定の評価は評価というか、まあ、おこがましい話なんですけれども、僕が言うのも、あのー、まあ、一定の視聴者数があるのはすごい納得できるし、えー、まあ、僕も自身も評価はしてるんですけれども、なんか、今回のその、日本ぐらい、あのー、兵庫県知事の 知事選の動画を、はい、視聴させていただきますちょっと思ったんですけど、なんか、まあ、ちょっと普段からちょっと思ってたんですけどね、そのチャンネル。まあ、全部見てるわけじゃないんで、本当にちょこちょこしか見てないんで分かんないんですけども、詳しくは。どういう思いでやっ,しゃやってらっしゃるのかっていうと僕自身は、あの、推理をしかねるところではあるんですけれども、なんか今日逆にその、なんか異常にテレビを敵視しているように、 感じたんですよね特に今回の2本ぐらいの,、まあ、あの3本ぐらい、えー、表現事前になった動画あったんですけどそのうち上2本ぐらいを見させていただきましてなんかこう大手メディアがおつやムードになってるとか,、えー、あったなんかこういうようなことをおっしゃってたりとか選挙中の動画でも新聞やテレビはこんなことを報道していない えー、まるでその、えーあのえー、パワハラ問題があったけれども、えー、そんななかったことを認めたくないみたいな論調で流しているみたいな、えー、なんか、えー、ネット上で出てきた事実を、えー、事実かどうかわかんないですよ、えー、そういった情報を取り上げようとしないのはなぜなんだって、なんかこう、逆に分断煽ってないですかね、ネット側の方が。 もし,もしその方が今いらっしゃるのをネット側という定義付けするんであれば僕たちは僕たちって僕たちは僕は別にあのそんなにがっつりテレビ業界に入ってるわけじゃないですけれどもむしろそのこれ後で話すんですがあのテレビ僕フリーランスなんでテレビもやりますしネットもやりますしまあどちらかって比重がテレビの方が多いっていうだけなんでテレビの局とかも時々行くことがあるから。 えー、一応テレビマンとしてってことでお話しさせていただいてるんですけれどもあのもしテレビがあのネットを敵視しているんだったらあのとかやらないですよね FOD とかやらないじゃないですかそもそもアベマ t v とか、えー、テレビ朝日の傘下なんでそういったのに対して職種も伸ばさないですし番組の SNS も立ち上げないですしテレビ局の SNS もやらないしネット戦略もやらないと思うんですよ。 極端な話をすればまあそんな極端0100、まあの話をしてしまうと本当に敵視してるんだったらだってネット上に、えー、サイトとか、えー、SNS とかって、えー、やろうとしないと思うしまあ僕があの正直その、えー、大学 時代にテレビ局とかテレビ制作会社とか就職活動をしていた頃は、まあ、制作会社はそんなムードなかったんですけれども特にテレビ局とかの面接を受けた時は、まあ、正直な話、えーまあ、まだその時ネットの連盟期ではなかったですけれども2 0 0 8年なんで、えー、こうまだあのネットっていうのは、まあ、あのメジャーではなかった時代なんであの、まあ、ネットを利用してやろうっていうような意思を持っているテレ,テレビ局の方は多かったなと思います 制作会社の方は、あのまあ、別にテレビ局からしたあの依頼を受けて各局で制作してるわけで、そういったそんな利用してやるみたいなそんな気持ちはなかったんですけれども、まあ、その時代は正直そういう、えーえー、風潮はあったかなと思ってはいるんですけれども、最近はもうそんなことはないですよね。利用してやろうということではなくて、も持ちつ持たれつの関係だっていうのが多分、えー、認識として、えー、一番、えー、正しいなと思っていて、えー、別にその あの私,私たちはってあ,あえて言い方させていただきますけれどもあの根拠の薄いものは、えー、ちょっと扱うことが、えー、システム上できないというか一応、あのー、こう根拠にの公共の電波を利用している以上何、あのー、でもかんでも載せていたわけじゃないんであの真偽不明な情報っていうのはどうしても扱えないっていうのが、えー、あるんですよねあとやっぱりその何度も言ってますけれどもこのチャンネルで、えー、分かりやすさとか そういったものを求めるからでそこにはやっぱりジャーナリズムっていうのがやっぱり乗ってくるんでテレビ局っていうのは <laughs> まあ今回の表現県記事選で言えばやっぱりその、えー、あれですよね怪文書って言っていいのかどうかわからないですけど告発文書が出たっていうことっていうのがやっぱりその市政の声であるとかすぐにはちょっと調べきれない市政の声であるとかすぐには調べきれないこんなことをやってきたとか県政において。 そういったものよりも、あのまあ、証拠としての、えー、効力が強いという受け取り方をしたので、えー、あのような、えー、報道、もしあの偏ってたんだとしたら、あのような報道になってしまったっていう部分があるし、えー、それに対してなんかおつやムードみたいな,、えー、な、おつやムードなのかどうか分かりませんが、えー、選挙戦が終わった後とそういうムードになったっていうことが、えー、事実なんであれば、えー、それはあれなんですよ。まあ えー、根拠があると思って報道していたっていうことが、えー、報道していたっていうことがいまいち伝わらなかったんじゃないかっていうことですよね。根拠,根拠があるわけじゃないんですけれども、えー、こういう疑惑っていうものがあ,るありますっていうのを伝えていたっていうことに対して、えー、視聴者が、えー、それを、えーまんかえー、受け取ってくれなかったことに対する、あのー まあ、えー、定というか、負けたとかそういう話じゃないんですよね。なんか、おど,どなたかが知らないですけれども、ミスターサンデーの方、いっちゃった、えっと、<laughs> その方が、あのー、大手メディアの敗北みたいなことをおっしゃったみたいなこと、えー、なんとか、えー、記事になってましたけれども、えー、なんか、えー、そういうことではないですよね。意図が伝わらなかったであるとか、ね、別にせん、 対象を先導しようとしてるわけでもないと思いますし特定の誰かを勝たせようとか別にそれはあの風緑なんであの大手メディアもこうまあやっぱり根拠の、えー、強いと見える方に行くっていうのが大手メディアだから SNS と違ってそこはその個々の判断に任せられない個々の判断に任せてくださいっていうような えー、形で、えー、あ取り扱うっていうのはちょっと、えーまあ、難しいところもありますし別にここの判断で扱、えー、判断してくださいって言ってるんですけれども大手メディアもやっぱりちょっと、えー、そういった部分で偏りっていうのは、えー、生じてしまうっていうのがあって、えー、別にそのネットを敵視してるわけでは、えー、ないですしむしろその僕自身の仕事もリサーチャーて仕事やってますし作家の仕事もそうなんですけれども、まあ、ほぼこの家から。 ネットを使って調べたりとか、時々本を読んだりしますけれども、雑誌も調べたりしますけれども、ネットを使って台本であるとか、資料であるとかを作成してお送りしているというのが事実なんで、テレビ局も、テレビ番組も結構今、ネット情報を頼りにして作っているんです。ネット情報だけじゃないですよ。ちゃんと現地にも取材行くし、 当事者ににも話を聞くようにはしていますただ、えー、資料情報を集める段階になってはおいてはネットっていうのはもう、えー、ほぼマストで活用しているんであのネットを敵視していたらそういうことはできないはずだからそういうことはしないしできないはずだから別にネットを敵視しているわけではないしむしろすごいネットをありがたかく思ってますネットの存在をインターネットとか SNS の存在はリアルな声が拾えるし 今こんなのが流行ってるんだとかあこんなまとめ情報サイトがあったこれすごい便利だよねとかあるしあのネットメディアさんが出してくれる情報とかもすごい役に立ってますしなんかすごい二項対立に持ってきたがりますよねそこがすごい不思議でならなくってあの先ほどの YouTuber さんのチャンネルを見てた時もその方は別に 敗北では、えー、なんで敗北って言ってるんですかみたいなことをおっしゃってたんですけど、そこは僕もすごい共感するところであったんですけどね。えー、まあ、なんかすごい二項対立に持っていくなって思って、なんかむしろ個人的にはなんかネットの方が分断を煽ってるところってあるんじゃないかなって、えー、なんか客観的に見たら客観的と言えるかどうかわかんないですけども、テレビ業界で仕事してる以上、そういうふうに見えます。とこれ見えるときは正直ありますよね。あの、 テレビが信用できない派閥っていうのはやっぱり絶対いると思うんでネット上だったら、えー、やそういうなんかでテレビのメイン視聴者層まあ60代70代とかなるのかもしれないしまあでもまあ結構ファミリー層も見てるとは思うんですよ別にそのなんかそんなこうテレビネットが信用できないって気持ちでテレビ見てないじゃないですか <laughs> なんかだからやっぱりそのむしろなんか、えー、ネット層の方に僕自身はそのなんかこういやあの分断 っていうものを作るような志っていうか風潮っていうかあるんじゃないかなって僕自身はすごい思っちゃいますよねなんかそれってなんかこうまあネットってのはやっぱりゼロ100であるとか二項対立とかそういったのを好むから性質があるからでそういった発言とか投稿っていうのがすごい受けるからやっぱりそのあのあテレビ大手メディア信用できないとか えー、逆,にし逆に信用できるって言い方もありだと思うんですけれどもね、えー、完全に信用してますみたいな、えー、言い方になっちゃったりとかその0100思考が、えー、生まれてしまう部分が、えー、あると思いますねなのでその別に、えー、テレビは、えー、ちょっと制作者の立場から言いますと、えー、ネットは別にこの、えー、まあ危険視もしてないですしあのー 別に、えー、嫌いでもないですし、えー、むしろ好きですし、えー、別に、えー、こうライバル視というよりもしてないしなんかむしろ友好的な、えー、気持ちで接してます。 と思いますで実際そのテレビ制作会社とかも今ネットの番組とか全然やってますし、もうやっぱりテレビ局、一つのテレビ番組もまあ構成作家さんとかリサーチャーさんとかディレクターさんとかフリーランスがたくさんかかっているんで、そのフリーランスの方々って別にテレビの番組だけや,やってるわけじゃないですし、ネットコンテンツやったり、YouTube のコンテンツもやったりとか。でそのテレビ 業界に所属している局員の方々も、えー、あのテレビメインでやってる制作会社の方々もそのネットクリエイターとめちゃめちゃつながりあるからあのネ,ット上の、えー、ネット上のコンテンツに映っていたスタッフさんとかともつながりあるし全然あのでお互いに情報交換してますしああそうなんだって普通にやり取りしてますし別にその、えー、もうバチバチでやり合ってるわけでは全然ないむしろあの、えー、同じ、えー 同じ、えー、釜をんななうまく例えられないから言わないですけども、あのー、同じ、えーまあえー、コンテンツ制作の仲間として、えー、尊敬し合ってるから、えー、別にその現場はそんなバチバチしてないし像、えーえー、を貯めてるわけでもないんで、えー、そこだけはちょっとご理解いただけないかなと、えー、私自身は。 えー、思っていますなかなかそのテレビ業界にいる人が YouTube で顔出ししてやってるっていうのは、えー、なかなか見かけないんでなんか、えー、むしろそういった当事者の方々も、えー、ぜひぜひなんか、えー、僕よりもっと詳しい方いらっしゃると思うんで僕自身僕自身もそんなに家で作業してるのがメインだが、えー、またもう中,中枢にいる方とかもう難しいかもしれないですけれどもなんか発信していただけたらいいかなと、えー、僕自身は思っているところではあります。 え皆さんどう思ったでしょうか、えー、まあちょっと雑談チックになっちゃいますけど、この動画が良いと思った方は、どしどしコメント並びに高評価良ければいただければと思っております。えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。えー、もし、この動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。えー、それでは。